レジスタンスの諸君ごきげんよう。ほっカイロレンだ。お前らダニエル・ラドクリフって覚えてるか？言わずもがなハリーポッターで10年間主人公ハリー役を演じ続け一躍有名になった俳優だ。現在35歳らしいんだが、あいつ今何やってんだろうな。ビッグタイトルで大成した子役って大体破滅しててヤバい人生を送ってるイメージじゃん。ホームアローンの子役は両親が子供の財産をめぐって裁判で争い始め、当の本人は休業に追い込まれた挙句薬物所持で逮捕されたし、エピソード1のアナキンの子役はハリウッド時代の生活で人生狂って統合失調症になった挙句警察とカーチェイスして逮捕されてるし、ダニエル・ラドクリフもハリーポッターシリーズ完結後はゾンビ役だの武器人間役だのわけのわからない映画に出演しててハリーのイメージを払拭したがってるとか、完全に迷走してるじゃねえかとかネットでは思われていたが、どうやらそういうわけじゃないらしいぞ。ダニエル・ラドクリフはかなりしっかりした人間らしく、死の秘宝の撮影あたりからプレッシャーとストレスで酒に溺れ重度のアルコール依存症になり、2012年あたりから群発頭痛という奇病が発病して毎日のように苦しめられていたり、2020年には新コロナに感染した初めてのセレブっていうフェイクニュースのせいで失業したりとかなり苦労してきたみたいだが、自己管理能力の高さで今でも俳優業をやっているらしいぞ。ハリポタシリーズが終わってからは莫大な富を得て一生安泰のため、好きな作品に出演して舞台俳優やドラマで活躍中だ。現在では恋人との間に子供が生まれたため子育てで仕事量を減らしたいと語っているらしいぞ。元気そうで何よりだな。もうほとんど人生クリアしてるからいろんな役にチャレンジしてるってわけだな。出演した映画は他にもいろいろあるが、この2本が一番有名だろう。ってことで今回はハリーポッターを終えた俳優が出演した謎映画スイスアーミーマンとガンズアキンボの2本をレビューしていくぞ。そこそこネタバレするからよろしく。まずは一番つまんなそうなスイスアーミーマンからだ。殺してやろうハリーポッター、破滅させてやる。無人島で遭難していたハンクは自らの境遇に絶望し首を吊ろうとしていた。ところが海岸に打ち上げられたダニエル・ラドクリフを発見してしまう。自分と同じ生存者がいたと喜んだのもつかの間、ダニエルは腐敗が進んだ死体でお尻からは定期的にガスのおならが噴出していたのだ。絶望に暮れるハンクだったが、ダニエルのおならに強力な推進力があることを発見。藁にもすがる思いでしがみついたところ、なんと高速ボートのように発進しアメリカ大陸まで脱出することに成功するのだった。実はこの死体、いろいろな便利機能が備わっていて、雨水を蓄え口から飲料水を噴出したり、指圧で火を起こしたり、口にゴミを突っ込んだらロケットのように発射できたりと、サバイバルには欠かせない万能ツールだったのである。人里を探すためダニエルの死体でサバイバルするハンクだったが、なんと驚くべきことに死体は突如喋り出しメニーと名乗り始める。この奇跡的な出来事に歓喜したハンクは、メニーが記憶障害なのを良いことに人間社会からオペーションまでいろいろなことを吹き込み始める。そこでうっかりエッチな雑誌を見せたところ、なんとメニーのミスはブッキー。驚くべきことにコンパス機能が備わっており、ハンクが帰還する道しるべになったのだ。そこでハンクは自分がこっそりストーキングしている女性サラの待ち受け画面を見せ、メニーに生前の恋人と勘違いさせやる気を出させるのであった。そしてハンクはさらに女装し気色悪いごっこ遊びをすることで次々とメニーの便利機能を拡張、サバイバルを乗り切り始める。次第に友情を超えて恋心を抱き始めるハンクとメニー。クマの襲撃などさまざまな困難を乗り越え、ついに民家を発見するのだった。しかしそこは家庭を築いて幸せに暮らすサラの自宅だった。
ハンクとメニーを見て悲鳴を上げるサラ。一体これはどういうことなのか。ハンクの狂気じめた気候とメニーの驚くべき正体が明かされ、物語は幕を閉じる。いや、少しは仕事を選べよポッター。すっげえ気色悪いぞこの映画。コメディ映画ってカテゴライズされてたから途中まではかなり楽しめたけど、ラストのどんでん返しで普通の最高映画になっちまった。ぶっちゃけ見たことを後悔してる。面白いか面白くないかで言われたら、まあ面白い方ではあるけど、とても人に勧められる映画じゃない。なんだろう、こういう映画もあるんだ、ふーんって感じ。主人公って結局ただの精神異常者のネクロフィリアで、山の中で遭難したふりしてストーカーしてる女の近所で妄想ごっこ遊びしてただけっていう、敷居が高すぎるっていうか、意識高い系映画っていうか、エンタメ性が薄いシャッターアイランドというか、ラストも不気味だったし普通に吐き気してきたわ。っていうか吹き替えの声優調べたらハリーポッターと同じ小野賢章でびっくりした。ハサウェイの声優とかやってたよな。声変わりする前からダニエル・ラドクリフ演じてたんだな。めっちゃベテランじゃん。ともかく PV とは真逆のゾッとする映画だった。なんでこんな仕事を受けたのかは謎だが、ダニエル・ラドクリフが楽しそうに演技してるのは伝わった。多分あいつがいなけりゃ誰も見ないだろうし、知名度皆無の B 級映画になり下がってたと思う。普通に気持ち悪い。もう早く口直ししたいわ。ということで次、ガンザーキンボ見るか。鉄砲の館を学んでいるな。まずは互いにお辞儀だ。お辞儀を。ここアメリカではスキズムと呼ばれる闇配信サイトが一大ブームを巻き起こしていた。スキズムでは毎晩イカれた犯罪者たちがデスマッチを繰り広げ、試合は運営のドローンでライブ中継、配信者によって実況され、視聴者は気軽に殺し合いを楽しんでいたのだ。一方、ゲームプログラマーの主人公マイルズは職場でクソみたいなスマホアプリを作らされ、毎日溜まった鬱憤をネットのコメント欄を荒らして晴らすというゴミのような生活を送っていた。そんなある日、スキズムの配信を見つけたマイルズはいつものノリで荒らし込めを連投、他の視聴者を煽りまくってしまう。ところが運営に目をつけられてしまい、速攻で IP アドレスをぶっこ抜かれた挙句、ものの数時間で自宅に行かれた連中が押しかけてしまうのだった。いいことを思いついたとマイルズを拉致するスキズム運営。なんと外科手術によって両手にハンドガンを固定されてしまうマイルズ。さらに24時間以内にニックスというプレイヤーを殺さなければお前を殺すと脅迫されてしまうのだった。完全にパニックになって自宅を飛び出すマイルズ。ところが GPS を仕込まれたせいでドローンに追跡されてしまい、ニックスから逃げ惑う姿や誤って警察官に発砲してしまう事故をライブ配信されてしまうのだった。マイルズこと両腕ハンドガン男はあっという間にメディアや SNS で拡散。スキズムの配信では過去最高の同説700万人を更新。マイルズは一躍有名な犯罪者として脚光を浴びてしまうのだった。果たしてマイルズはデスゲームから生き残ることはできるのか。ネットから引きずり出されたオタクの壮絶な戦いが幕を開ける。なんだよこれ、結構面白いじゃん。俺ハリー役よりこっちの方が好きだし絶対合ってると思うわ。ネット荒らすしか趣味がないオタクがデスゲームに引っ張り出されてライブ配信されてるってコンセプトがすごーく良かった。ゲームみたいな作風でテンポもいいしアクションもいい。ちょっとグロくて低予算なレディープレイヤー1って感じ。銃も色々出てくるからガンマニアにはたまらん作品だと思う。吹き替えが相変わらず小野賢章で安定感がすごい。ただちょっとなぁ、全体的な作風はすごい好きだけど物足りなさがやばい。なんかいまいち一歩足りない惜しい作品なんだよ。マイルズが吹っ切れてファーストキル取るまでが長いのと、
敵対プレイヤーがニックスだけっていうボリュームのなさが致命的だった。クライマックスの脚本もいまいちで、ラストも投げやりっぽくてしょぼい。ニックスが出てくる前に次々と敵が出てきて、そいつらを倒し続けて、最終的にニックスとスキズム牛耳るって流れだったら、かなり評価できる作品だった。マジで惜しい映画だと思う。やっぱラドクリフってハリーポッター以外微妙だな。スイスアーミーマンは正直おすすめできないが、ガンズアキンボは結構気に入ったので、興味があるやつはぜひ見てくれ。両方とも概要欄に貼っておくぞ。すごいいい俳優でいろいろオファー来てるんだろうが、本人がめちゃくちゃ襟好みしてるのと、ギャラが高すぎて扱いづらいのかもしれない。ちなみにインタビュー動画で、なんでハリー役を辞めたのかと質問に対して、グーで殴るぞと割とキレてた。本人曰く完結したから、もうあの頃に戻る気はないらしい。ファンタスティックビーストの続編がジョニーデップ事件ですごい怪しいことになってるから、後日談みたいな感じでハリーを続投させたオリジナルドラマを作った方が売れるかもしれんな。次は多分推しの子の実写レビューかな。金曜日に7、8話が公開されるんだっけ。すっげーボリュームで大変そう。それでは諸君、さらばだ。